ヘバラ環境皇帝中国としましては、去年に続きまして、あと2回目の参加になります。今回もですね、張副委員長とかはじめまして、いろいろこうお話の中で、グリーンですとか、低カーボン、あと、環境、我々エバラグループの中でも環境を担う部門におりまして、そういう観点からして、非常に、有意義な、いろいろ中国のやっぱり高度な成長という中で その環境の位置づけというのがよく分かってよかったです。我々エバラグループの中には、中国に、約10社のグループ企業があります。その10社の中でも、その我々エバラの中でこう環境事業を担います我々のチンタワエバラ、環境設備有限公司というのを1992年にこのチンタワに設立してあります。チンタワと言いますと、やっぱり国際貿易港、大きな国際貿易港がありますし、1992年から続いているんだと思いますけど、やっぱり外国企業の誘致っていうのに非常に積極的な、チンタワというところは、エバラグループにとっても非常に、ビジネスの環境としては、整ってるんじゃないかなというふうに思います。環境の分野、環境装置ですけども、中国国内にも納入しておりますけども、やっぱり日本も含めた、第三国や地域に対しても、積極的にどんどんの、供給していきたいということを考えております。そういう意味でおきまして、やっぱり日本にも近いですし、このやっぱり先ほど申し上げました、やっぱり大きなこう国際貿易港があるっていうところは、やっぱり我々にとって非常に有利な、親和性のある場所だというふうに思います。